は大雪に注意や警戒が必要です。では地域ごとにお伝えします。九州、今日は激しい雨が降って2月としては降水量が観測を始めてから最も多くなったところもあります。九州は南部を中心に明日の朝にかけて激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。四国や近畿南部も今夜のうちは雷を伴って強い雨や激しい雨の降るところがあり、落雷や竜巻などの突風に注意が必要です。東海地方も沿岸部では雷雨になりますし、伊豆諸島も激しい雨の降るところがありそうです。一方で北陸です。今日は断続的に雨となりました。富山県では地盤の緩んでいるところもあります。北陸は今夜も雨が続く見込みで、明日の夕方ごろにかけて土砂災害に注意をしてください。能登半島地震の揺れが大きかった地域は地盤が緩んでいますので、少しの雨でも注意が必要です。そして東北です。東北では今雪の降っているところが多いです。今夜は東北南部で雪の降り方が強まりそうです。宮城県や福島県の中通り、浜通りといった太平洋側で大雪となる恐れがあります。一気に積雪量が増えて交通機関乱れる恐れがあります。屋根から落ちる雪などにもお気をつけください。では明日の天気です。明日日中になりますと、本州の南岸の前線徐々に南に下がりますので、西日本の雨は止むところが多くなりそうです。東日本は気圧の谷の影響で明日も雨や雪が降るでしょう。北陸や長野県は雪に変わるところが多く、関東も山沿いでは雪が降りそうです。関東の平野部でも雨に雪の混じるところがあるかもしれませんが、積もる心配はないでしょう。明日の各地の気温です。最低気温、札幌マイナス6度、仙台0度、金沢3度、東京6度、名古屋、大阪、広島いずれも8度、福岡9度、那覇21度、輪島は2度でしょう。最高気温、札幌マイナス3度、金沢5度、仙台6度、東京7度、大阪10度、名古屋、広島11度、福岡12度、那覇27度、輪島6度でしょう。東日本や北日本を中心に真冬並みの寒さが続きそうです。あさって金曜日までは前線の影響で曇りや冷たい雨の降るところが多くなりそうです。土曜日は一旦日差しが戻るんですが、日曜以降再び曇りや雨、すっきりしない天気の日が多いでしょう。そして気温も来週にかけて寒気が流れ込みやすく、寒さが続きそうです。福田博之さんに伝えてもらいました。さあ、4月から就職や進学、引っ越しなどなど新生活を始めるという方いらっしゃると思います。その新生活、ゴミを減らすことに取り組んでみませんか。今日はそのコツを伺います。お笑いコンビマシンガンズとして活動する傍ら、ゴミ収集会社で清掃員として働いていらっしゃる滝沢修一さんに伺います。滝沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、新年度新生活が待っている人に向けてのゴミの減らし方ということなんでございますが、まずは基本的なことをお話ししたいなと思っております。はい、自治体によってゴミの出し方は違うんですが、まあ、ホームページなどで、まあ、見ることができますので、まずは、まあ、お住まいの自治体のルールを一度は、まあ、ご確認いただけたらなと思います。はい、その上でですね、今日は大体どこも、まあ、共通してるんじゃないかなと言われている点について、まあ、紹介したいなと思っております。はい、新生活を前にしたゴミの減らし方、まずは何でしょうか。さあ、ここでいきなりなんでございますが、はい、クイズでございます。はい、ゴミには種類があります。一体何種類あるでしょうか。1番2種類、2番7種類、3番自治体によってバラバラということで、どうぞお考えください。ゴミといったら、まあ、その何種類あるんでしょうかという問題なんですけれども、3択です。1番2種類、2番7種類、3番、いやいや自治体によってバラバラということでありまして、いろいろとあのもうお答えいただいていますけれども、ラジオ大好きさんは意外に3番ですかねとかね、野の花咲いたさんも3番。